初めまして。初めまして。めまして。こんにちは。こんにちは。えっと落合健と申します。はい、えー、日本からえー、まあ、6年前にこっちに来てて、はい、で、映画監督をハリウッドでやっていきたいと思って、はい、えー。高校卒業してすぐこっちに来て、はい、今はアメリカ映画協会附属大学院という、はい、afi にいます。 どれくらい12の頃からずっと<や>あの映画を作ってきてね、はい、中学校1年生の時にちょうど、うん、あの文化祭で、はい、あの映画を作る機会があって、はい、でまあみんな屋台とかいろいろ出してたんですけど僕らのクラスはやっぱり映画を作りたいということになってで僕が脚本を書いて、はい、で、まあ、70分ぐらいの。 長編を、はいえー、その時に監督して、はい、その時はどのような映画を作ったんですか。あの僕らと三人の強盗たちっていう、はい、<laughs> あの題名なんですけど、はい、まあ初めて映画を作ってでその時からずっとなんか映画を作っていきたいという思いはすごいあって。うんはい、何かの手段として映画を作ろうと思ったんですか。その頃は本当にあの映画を作りたいから作ってるっていうところが多くて、はい、でアメリカに来て。うん であのニューヨーク大学にサマースクールで撮ってたんですよでまあだいたい3ヶ月間の間であの4人1組のチームになって4人で20本の映画を作るとで僕自身全く英語が喋れなかったんですよでその時に映画作りを通して誰かとコミュニケーションをし始めて英語が喋れない中もその20本の映画を作ることによって仲間ができて。 で、その時にやっぱり映画っていうのは僕が話す言葉のうちの一つなんだなっていうことに気づいて自分の思いを何かの形にして音とまあ映像を使って自分の思いを誰かに伝える不特定多数の誰かのたくさんの人に伝えるっていうのが僕の思いを自己表現の一つと、ね、して何か自分の分身みたいなものを一つの作品に注入して。はい 作っってらっしゃるんですよねそうですねまあうなですですね倉澤明のクォートで「はい、あの想像とは記憶だ」っていうクォートがあるんですけど、はい、やっぱりクリエーションというか、はい、いうのは自分の中から来てて、はい、人生っていうのはやっぱり記憶であると僕と他の人の違いっていうのはやっぱり僕が何を学んできて何を記憶しているかということで2人の違いが出てくると思います。 のもんですよでまあ、そんな中で僕と他の人の誓いっていうのはやっぱり自分の、はい、あの経験してきた記憶であり、うん、あの培ってきた感覚でそれを映画を通してててやっっいいきたいなと思ってます、うん、家族に集中してるじゃないですか、はい、家族っていうのはそれほど大きな存在なんですねご自身のそうですねまあ本当に離れてからですよねやっぱり僕自身が本当に全く知らなかったことを彼らがどういう人たちで。あの どういういうに育ってきたのかみたいなのをアメリカに来てで知りたくなってで日本に帰った時にいろいろ話を聞いてあの僕自身そんなに近くなかった気がするんですよね今よりは。やっぱり話したりはするんですけど特に兄とかとはあんまり仲が良くなかったところが多くてでアメリカに来てで成人式の時に一回帰ってでその時に2人ですごく腹を割ったような話をしてなんか。 ああやっぱり兄貴っていいもんだなっていう経験があって、はいはい、でやっと家族ってのはやっぱり大切なものなんだなっていうのがちょっとずつ分かり始めてきたところですね。はいはい、までまあ20本以上短編をずっと撮ってきたんですけど、はい、あのその中で自分が脚本を書いてる時に気づいたのはやっぱり誰かと誰かの間の絆みたいなものですしあのそういう。 世界を変えるとままではいきませんけどやっぱり身近な中で家族身の回りの人たちを大切にしていく、うん、もし家族いないのであればその家族の代わりになる人を探してあの大切にしていくっていうのがすごく僕の共通のテーマですね。こちらの映画は「EXPRESS831、はい」はい、すごくテクニックを使ってるっていうか、はい、ビジュアルで見せるっていう感じじゃないですか。はい、で他の,母系のやつとかかは、はい、話を物語がしっかりやっりて、はい でそれで人の心に訴えるようなどちらのの比率の方が高いんですか、はい、あ僕的にはやっぱりあのどちらも同じような感じで捉えてるんですよ。でこの映画は僕にとってまあ10代の頃の経験というのはすごく大きくてやっぱり僕にとってこの思いというか経験というかはものすごい混雑しててで乗ったらもう 止まらなないいみたいな感じあ一番伝えたかったのはやっぱり人生の中で大切な瞬間というかは本当に電車が地下鉄のホームに来るような感じで毎日何分に1回も来るんだけどやっぱり自分にとって一番大切なも時,間時間というか瞬間をつかまえるのはやっぱり自分自身でしかないっていうのが、うん。 表したくてハーフケニスは、まあ、どちらかといえばあのオーソドックスな感じでもうちょっと物語というか小説みたいな形であのフォームを変えてで一番伝えやすい思いが伝わるフォームでやっていきたいなと思いました、はい、まあ本当に日系アメリカ人といえばちょっとおこがましいというか思、はい、う,う感じはするんですけど日系アメリカ人であり日本人としてこの歴史っていうのを全然知らないじゃないですか。うんかすね、僕自身初めて あの日系の移民の話をしたのがクリス・タシマさんっていうあのアカデミー賞短編賞を取った監督の作品で「ビザザン t ブ and t っていう作品があるんですけどその作品にすごく衝撃を受けてでその時から少しずつ日系移民の話を自分で調べて、はい、まあ僕のプロデューサーで金原麻也さんっていう人がいるんですけど、はい、ハーフケニスのプロデューサーでその方にあのマンザナの話を聞いてで。 あこんな話があったんだというよりはもうなんでこのことを知らなかったんだって本当にそうですねで知らなかった自分が正直、まあ、悔しいというよりは恥ずかしい感じがして、うん、で、まあ、僕らの世代の人たちにもっと知ってもらいたい、うん、見ていただきたいっていう思いがすごい強い作品ですね、うんうん、はい <laughs> OK so I started this project Uh, a couple years ago um, after watching uh, Chris Tashima's Academy Award winning film called Visas and Virtue and I felt kind of shocked at the fact that I didn't know anything about Japanese immigrants. Uh, my producer Maya Kanahara talked to me about this um, uh, history of Japanese American internment camp in Manzanar. I felt like this is something that I really really have to do as a Japanese and also a Japanese who want to succeed in this country. I wrote a letter to um, Yoko Ono Lennon, um, describing why I, as a Japanese filmmaker, have to uh, make this movie. Uh, producer have met her uh, through art exhibition that she had. We asked her to be executive producer, and she said yes. She donated uh, money to this production, and that's one of the um, kind, or that's one of almost like a miracle that I experienced through this production. I learned a lot of things from um, Chris and Sab Shimano. I wrote a passionate letter to Chris Tashima. To be in this film because I thought he would be perfect for this film, and also um, a role of first generation of um, American Japanese Americans. Uh, uh, Takahiro's character, I asked Sab Shimono, I, I, I thought he wouldn't do it because he's too famous, but um, he said he'll do it, and he really liked the script and um, he really liked the project, so she didn't mind like not getting paid or anything actors like them i don't as a, i don't really have to do too much work they made like uh, directing jobs so much easier um, the only thing that i have to do is just talk to them about the characters i learned a lot about emotions from the kids because their eyes tell a lot more than like any words that you can describe just looking at their eyes you know they can tell stories. Um, in the end of the production days, um, they wrote me a letter uh, thanking me, and also um, little brother gave me this uh, uh, handmade wallet. And they told me that I, th I they feel like that I'm uh, older brother to them. For myself, I really wanted to have a younger brother because I have an older brother, but I, I'm the youngest one. So this movie ha like so much meaning on um, like many levels the film about family made me um, have a new family